はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。レッツ PC リペアのお時間でございます。今回も MacBook です。 MacBook Pro ね、症状はアダプターランプが点滅して電源入らない、充電できないみたいな感じですね。今はそのまま、電源入んないですね。動いてたけど充電できなくて、そのまま充電で切れて起動しなくなったってことかな。じゃあこれ 20V ね。ほら、あれ、ついたよ。ついたけど、さっきでも一瞬 19V の 20V が下がってたね。あー、なんか変だ。 15V まで下がってる。なんだこれ。じゃあ開けようと思ったらですね、なんかネジに全部ボンドみたいなものがついてんだけど、開けれないわこれ。いや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 、これどうすればいいんだ。なんだこれ、ちょっとこれまあやばいよ。うわ、厳しい。すごい、掃除しよう。あー、きついな、ほら。はい、掃除していきました。コンプレッサーで綺麗にぶっ飛ばしていきました。すごいホコリの量でした。さっきの感じだと 20V ラインが下がったりしてたから、そこの部分がショートしてんじゃないかな。だから PPDC インのところ、 PPDC イン G3 ホットのラインとかがショートしかかってる。まあ、ノートパソコン、 Windows ノートパソコンで言うんだったら 19V ラインのショートですね、一番最初らへん。だからどっかに目印、あ、でもな、一瞬電源入った時もあったから、完全にショートしてるわけではなさそうだな。目視ではわからないのかもしれないな。バッテリーがショートするとかってこともあんのかな。どうだろう、わからんなこれ。可能性はゼロではないだろうな。バッテリーも一応こちらに基板があるしね。いっと、あれ、20V ライン落ちないしね。だけどなんか液晶がずっとチカ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 ーって変。ビデオでは分かりにくいんですけど、なんかね、液晶パネルがね、ちょっと微妙にチカ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 ーって起きてるんですよ。映るかなこれ。映らんね。っていうか、20V ラインが落ちなくなりましたね。しかし、やっぱりバッテリーがやばいのかな。社外品がついてる感じもしないけどね。あー、 20V 下がる、元に戻った。バッテリーだ。バッテリーの交換、これテストができないんだよな。このバッテリー持ってないし、
本当にバッテリーだけかな。何かまずいことになってるとかかな。見た目では分からんな。バッテリーじゃなくてバッテリーの回路 IC とかがダメになってて、バッテリー正常だけどその IC のせいでバッテリーつなげたらなんかショートしてる状態になるとかってこともあるかな。あるかもしれないな。どうしよう。バッテリー IC とかをちょっと調べてみるか。8203332。はい、バラしましたが、考えてみたらバッテリー外したら 20V ラインが変な数値になってなかったんで、この状態ではわからないんじゃないかな。バッテリー IC はここなんですけど、見た感じ変な感じもしないし、でバッテリーに行くのはここ to from バッテリーだから、これ PP バット G3 だから、 PP バット G3 チャージャー、あれこの IC からは出てないのか。あれ PP バット G3 チャージャー、 PP バット G3、7番、ちょっとよくわかんねえな。あ、まずはこっち、まあでも多分グランドに落ちてるとかないんじゃないかなと思うんだけどな。もし今の状態でグランドに落ちかけてるとかそういうのだったら、バッテリー外した状態の AC 投入でそれが数字となって出てくるはずなんで、アダプターじゃなくこの安定化電源にね、別に普通だし、これも大丈夫そうだしな。バッテリーつないだ状態でこれ測ったらどうなるのかとかってどうやっておうかな。バッテリーがゼロだと思うので、この間のプラスマイナスがグランドに落ちるとかってわかるのかな。これで1234、5、6までが、あ、これはなんかまた違うっぽい。これデータラインかな。こっちは違う、こっちだな。じゃあ1と11で終えるか。別にショートしてるわけではないね。で、5、6、7。5、6、7。これも大丈夫だと思うけどな。ってことはバッテリー単体の可能性が高いな。ただな、バッテリーは純正バッテリー手に入れられないからな、ちょっと悩むな。事実的にはバッテリー交換できないこともないんだけど、面倒なだけなんで。ただバッテリーが互換品しかないから、でもそのしか方法ないか。アップルで純正品って多分この機種は頼めないよな。ヴィンテージモデルになってないかな、これ。ちょっと調べよう。それを上でお客さんと相談しようかな。はい、一応お客様と相談して互換のバッテリー注文することになりました。で、届いたのでちょっとチェックしてみたいと思います。お願いしますよ。ちょっと待て待て待て。バッテリー IC がダメなのかな。というかね、非常に CPU が熱い。
起動してるのかな、何なんだ一体。難しいなってことはボードかやっぱり。マジか。バッテリーなしだったらやっぱり1アンペアとかで動くんだよな普通に。困ったな。バッテリー IC をダウンロードで変えてみるかな。よし、じゃあちょっとやってみましょう。ダメだ、9アンペアまで上がる。なんで？はい、ちょっとよくわかんないんで、もう一回ゼロからやり直してみようかなと。一回組んで、バッテリー、多分こっちはゼロだと思うんで、これバッテリー残ってたから、いいのか、そのままつけてみて。ああ、電源入る。なんだ、この状態でこれをつけると。9アンペアまで行ってから下がるの、こんなもんとかってことないよな絶対。怖いんだけど。9アンペアまでまた上がってる。で、よいしょ。で、バッテリーつけたら下がるな、やっぱり。19ボルトがでも下がったってことは、バッテリーの19ボルトラインが変ってことだよな。13ボルトまで下がって3アンペア。今マックス 3.5 とかまでにしてるから、多分こっちを上限なくしちゃうと、さこっちみたいに9アンペアとかまで平気でいくんで、そうだな、こっちも下げとけばよかったな。下がるんだ。なるほどね。さあ、そっかそっか、電流値をマックスにしてたのは気づいてなかったのか。だから19が減らないってことだから、ちょっとこれはヒントになるな。19ボルト、バッテリーのラインの19ボルト、バッテリーのラインの19ボルト、もう違ってるかな俺の考え方。3アンペアになって16とかに下がるんだったら、そんなに負荷、アダプター自体もそもそも4アンペアだし、そんなに許容範囲的には大丈夫だろう。だから、この状態だと、3アンペアね。もうちょっと下げとくか。2アンペアぐらいだったらまだまあ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 。で、この状態で発熱を探せばいいとかかな。そうだな、そういう方向にしよう。はい、じゃあちょっと、サーマルをしてみたいと思います。なんかここにたどり着くまでにちょっと遠回りしすぎたな。あのこういう壊れ方自体が初めてだし、あの 19V の 9A っていうせいでもう頭がパニックになってましたね。そもそも電流値を下げればいいだけの話なんだよね。そういうことがあんまり起きなかったから全くもって盲点でした。ほい、じゃあちょっと今の状態では発熱はないね。あ、いきなり発熱してる。
なんでこれトランジスタみたいな形して MOSFET かなこれ。ハンダボールがあるし、なんかここら辺結構熱がバーッと出たような場所っぽいな。このフラックスの溶けた跡みたいなのが出てるしね。こっち側も発熱してたよな。ここら辺はどうだろう。見た感じはでもここで、これが壊れるとこともあんのかな。とりあえずハンダボールもあるし、なんか後ろこれの下フラックスが溶けて溶け出してきてるような感じの雰囲気がある。チャージャーフェーズ PPDC D3 ホットチャージャー、おお97030 97030、あーこっちからこういって、一応あれだ、バッテリーにいってるな、システムにもいっている。チャージャー U ゲート、チャージャーフェーズ U ゲートとフェーズっていう感じだから、なんか、バッテリーのチャージの関連だろうな。これで合ってくれたらいいけどな。1番から4番は一緒でも繋がってて、5番は PPDC G3 ホットチャージャー、こっちがグランドに落ちてたりしてたらそもそも電源入らないはずなんだよな。単体で壊れてるとかかな。グランドに落ちてるとかではないんだね。じゃあこれか、あこれだ。なんかここの開け閉め的な感じの方がダメってことだな。同じ部品が上にある。これは導通してない。ああ8オーム、ということはやっぱりこれはおかしい。あ、やった、これだこれだこれだ。ああ、ほう、これだ、やったー。ああ、OK。で、これがもともとついてたやつ。ダメだね。よし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 、じゃあ早速やってみましょう。お願いしますよ。うん、マックスに上げても2アンペアまでしかいかない。よしってことは、あとは元のバッテリーが極度に下手ってなければ、まあこのバッテリーが無駄になっちゃったな。まあいいか。じゃあちょっともう一回元のあれに組んでみましょう。
ケー、じゃあ電源入れてみます。アダプターピチッ、よし。0%、 3アンペアだから多分充電してるな。 AC アダプターが 4.5 アンペアまでって書いてあったから、画面がこれ気になるね。おう、なんかハードウェアテストできないっぽい。なんで？じゃあちょっと外部起動でやるか。一応ハードウェアのテストツール持っているので、コンピューターテスト実行。はい、一応一通り終わりまして、一箇所、サーフェススキャン、スマートチェックとか OK なんですけど、パーテーションマップが失敗なんですけど、パーテーションマップっていうのはどういうことなんだろうな。多分、考えられるのは、この SSD の OS、入ってる OS、暗号化かかってるんで、多分それが影響してるんじゃないかなと思うんですよね。それ以外は全部、成功なので、大丈夫でしょう。ん？バッテリーチェックがエラーをレポートしています？そうなの？バッテリーチェック、あー、バッテリー、ちょっと三角が出てる。さっき出てなかったのにな。バッテリーの交換修理ってなってんだよな。はい、あらかたノリは取りました。少し残ってはいるんですけど、まあ、これぐらいは許容範囲です。だいぶ疲れたな。ロジックボード修理よりこのバッテリー交換とかキーボード交換の方が辛いんですよね。よし、じゃあ、これは方向はこうだな。完全にちゃんとつける前にロジックボードじゃなくて充電テストとかをしないといけないので、それをクリアして初めて接着だね。電源オン。64% で一応1回だけ外部起動をもう1回やって、バッテリー結果通常。まあそれはな、今回買ったばっかだからね。最大容量、充放電回数1回 1000分の1、残りの充電回、充放充電か、充放電量 99.9%。 OK。 あとは確か新しいバッテリーは満充電 10%20% ぐらいまで使ってまた満充電というのを2回ぐらい繰り返した方がいいっていうのだったはずなんで、ちょっとこれまでちゃんとやってあげて、やって返却します。はい、ってことで今回2点3点してちょっとグダグダでしたけど、まあ、なんとか無事治って、でバッテリーもねちゃんと交換できて大変でしたけど、まあ良かったです。勉強になりました。今回のバッテリーつけたらショートしてとか、バッテリー外したら普通に動いてとかっていうのはちょっと今回初めてだったんで、あそこのラインがああいう感じになるんだなーっていうのは初めて分かりました。必ずしもショートしてるからで動かなくなるっていうわけではないみたいですね。バッテリーとかそういうところはつながってないとそこの回路ができないから、なんていうんですかね、説明しにくいんですけど、今回交換したこの MOSFET かな、あれはバッテリー外してる状態だったらそこに何も発生しないってことだと思うんで、まあ勉強になりました本当に。ってことで最終チェック、あれ
なんだ、緑点滅になってるけど。ああ、バッテリー AC アダプターもダメなっとる。ああ、え、まさかまた基板がおかしいとかか。いや、それはないと思うけどな。あ、オレンジに変わってよかった。え、今ちょっと見なかったけど、また9アンペアとか言ってないよね。あ、オッケー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 。あはん、あ、ダメだ、なんかあと超かすかにピッピッピッっていう電気音が鳴る。これも壊れてる。多分これあの軽い、あの社外品なんですよ。中身がすっからかんなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これはもう俺の触った感覚なんですけどね。純正はもしかしたらこんぐらい軽いのかもしれないですけど、なんかおもちゃっぽいんですよ、社外のちょっと質が悪いやつって、僕の今までの体験上で。まあまあ本当にそうなのかわかんないけど、これも僕の勝手な推測ですが、これが、まあ、ちょっと状態が悪いというか、社外で質があんまり良くない、でロジックボードにダメージを与えてしまって、今回修理した部分が壊れて、充電しようとしたらもう過電流が流れるようになってて、でこれもいよいよあの壊れてしまって、でロジックボード自体はあのアダプターささなければ普通に動いてたじゃないですか。で、充電が切れるまでお客さんは多分使ってたんじゃないかな。で充電がいよいよゼロになって、充電しようと思っても充電できない、でランプもこの点滅っていう状態になってたから、ロジックボードが壊れてるみたいな、まあ、壊れてたんだけどね、実際通電負荷の故障みたいな感じになってる、なったと思って、まあ、僕の動画の最初に行くんですけど、なるほどね、それが全てつながった。逆に言うと、もし AC アダプターが壊れずに行ってたら、ずっとバッテリーにまあまあこれは安定化電源なんで9アンペアとか、あのちょっと設定ミスで言っちゃいましたけど、マックスがなんだ 4.25 アンペア、まあ、バッテリーはこれ何アンペアなんだ、 10.95V に 95W ってことは、 95W を 10.95 で割ればいいのか、違うかな、俺の計算間違えとるか、 8.67、 8アンペアってことか、8アンペアってことか、8アンペア、いや、総容量が 8460mAh ってことかな、どういうことだ、ちょっとよくわかんねえな。まあまあまあ、とりあえずずっと、今までテスターとかで見てる感じだと、充電してる時はマックス 3A とかだった記憶があるんで、 MacBook 系は。で、まあ、これがもし仮に壊れてなかったら、ずっと電流が打ち込まれてる状態だったから、まあ、バッテリーがそのうち何か起きてたんじゃないかなと思うんですけどね。これも想像でしかないんで何とも言えないんですけど、まあ、でもよくはないですよね。本来止めないといけない部分がずっともう垂れ流しで、そのホース蛇口バーってやってる状態だから、タンクが溢れちゃうからね。これが膨張したりとか、寿命が一気にバーって縮まったりとかしてたかもしれないですね。まあ、何やともあれ、あのよくはないと思うんで、不幸中の幸い、こっちも死んでくれたから今回の件に至ったので、まあ僕の感想ですけど、ある意味良かったんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今度こそ本当にさいならです。また次の動画で。バイバイ。